おはようございます。休日暇すぎ社会人代表の TK と申します。本日の動画はプリウス PHV を購入した20代社会人のとある休日と題してお送りしていきます。いろいろな方の動画の影響を受けてなんとなく作りたいなと思ったので、どこに需要があるかわからない私の休日を今日の動画ではご紹介していきたいと思います。プリウス PHV を購入した20代社会人のとある休日をどうぞご覧ください。OK Google 停止。 OK Google おはよう。おはようございます。時刻は7時21分です。では素敵な一日をお過ごしください。最新のニュースをお伝えします。日経から昨日13時のニュースをお送りします。こちらの腕時計はガーミン、気に入っています。心拍数も測ることができますが、測っているだけで活用はできておりません。お待たせしました。ここに来てやっとドライブの映像です。そういえばこのチャンネル、プリウス PHV 専門チャンネルでしたね。専門チャンネルかどうかは分かりませんが、プリウス PHV をメインとしたチャンネルだったと思います。このまま車に乗らずに終わりそうでしたが、すみません、ちゃんと乗ります。ストレス溜まった時はよく車を走らせて熱唱することが多いです。一人カラオケ状態ですね。ストレス発散にもドライブは有効です。急に意識高い動画みたいになってしまいましたが、休日暇すぎ社会人は休日が暇すぎて一周回って読書が趣味になりました。ランニング仲間におすすめの本を借りてコメダで読むというのが日課になりつつあります。コメダはボリューム満点のドリンクが低価格で購入できるのでコスパ最強です。シロノワールも絶品です。愛知県に来る機会がありましたら一度は行ってみてほしいです。基本的に目的もなく走らせることが多いですが、本日はとある場所へ向かいます。その間に私のプリウス PHV の使い方を一つ。給油は2ヶ月に1回くらいの頻度で行います。燃費もいいので1000キロ走って1回くらいの給油になると思います。給電は基本的にしないのでプリウス PHV のメリットを 40% くらいしか活かせていませんが、いつか充電スタンド付きの賃貸かマイホームを購入するのが夢です。夢です。この日はホンダの販売店へ行きました。先進的な車が好きなので、かっこいい車の情報をキャッチしたら販売店で実際に触ってみることが多いです。この日はホンダ E さんですね。可愛い見た目で内装は先進的です。メーター、ナビゲーション、助手席前とディスプレイがつながっていますね。一人暮らし、社会人といえばやっぱり締めはスーパー銭湯ではないでしょうか。最近はサウナの整いを実践し精神力を鍛えております。最後はコーヒー牛乳で喉を潤します。休日に感謝しつつこの瞬間が一番好きです。
本日は朝から動きっぱなしという珍しい休日を過ごしました。もう一度言いますが、休日ルーティーンではなく、とある休日です。毎週こんなに充実しているわけではありませんので、あしからず。本当は県外に出て一人旅をしたいのですが、自粛モードが再燃しているのでおとなしく過ごしていきます。落ち着いてきたら土日を使って一人旅に出まくろうと思います。今後こんなようなゆるい動画も出していきたいと思いますので、面白ければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。他にもプリス PHV のレビュー動画や旅動画も出しているので、よろしければ見てください。それでは。